皆さんどうも、今回は J1 第23節のサンフレッチェ広島対 FC 東京についてを考えていこうと思いますので、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。では早速やっていきます。まずは FC 東京の保持の局面と、それに対する、サンフレッチェ広島のプレッシングについてを考えていこうと思います。基本的に、サンフレッチェ広島は、4-3-2-1 でアンカーがいる、相手と戦うときは、基本的ベンカリファー選手、センタートップの選手がアンカーを捕まえて、セカンドトップの選手が、センターバックに出ていくよっていう風な形を取っていきます。でサイドバックに対しては、ウィングバックがしっかりと出ていく形を取っていって、相手の判断する時間とプレーの、決断の時間をかなり短くしていくことでミスを誘導してショートカウンター、この辺りだったり、この3センターバックのところでボールを跳ね返して、ショートカウンターでゴールまで向かっていくっていう形をこの試合もしっかりと、行っていました。でこれに対して、FC 東京のボールの回し方っていうのがかなり良くて、保持される局面っていうのはめちゃめちゃ、保持される局面、サンフレッチェ広島からすると保持される局面がかなり多くなっていました。 FC 東京からするとかなり効果的に保持できていたんじゃないかなと思います。で、この試合かなり特徴的だったのは、長友選手が幅を作るんじゃなくて、内側に一つ入っていくことで、三田選手が、左サイドだと三田選手が入ってきて、バンダー中村選手が、サイドバックの選手がかなり幅を作り出していくことっていうのが、一つ特徴的だったんじゃないかなと思いました。で、これがかなり、ローテーションをしていく中で、三角形を作りながら平行とレイオフの作り方っていうのが FC 東京はかなり良かったなと僕は思いながら見させていただいていました。で、松木選手、ここの三田選手が中に入ってくることって、特に左サイドなんですけど、松木選手が東選手の、ヘルプを行ったり、基本的に、この3センタートップに対して、森島選手と三田選手がセンターバックにアタックしに行くので、東選手がここに降りてきて、3枚の形になったり、東選手がここにいて松木選手が降りてきて、でベンカリファー選手に対して、数的優位を作り出したり、松木選手が降りてくることで、森島選手がボールを、松木選手を意識すると森重選手が不利になっていきますし、ここの森島選手が、森重選手も出てきて、ベンカリファー選手がこっちまで来たときに、三田選手がずれて東選手を、捕まえれば、次は木本選手が、不利になって、で、彼もかなり縦パスを差し込めるセンターバックなので、ここで不利になれば、いい縦パスを差し込むことができますし、かなり、サンフレッチェ広島のプレッシングに対して、FC 東京は、各場所で、一つ降りてくる場所で、どこかで数的優位を作り出して、で、フリーな選手を一つ、前向きな選手を一つ作り出すことが可能になっていました。で、さらに松木選手がここまで降りてきたときに、河村選手が出てくると、ここの外経由で、三田選手がボールを受けたり、河村選手に対しても、ここの、数的優位っていうのも作り出していましたし、仮にここの、ここの三角形と、で、プラス、ここの三角形と、ここの三角形っていうのをかなり常に作り出しているので、で、オリベイラ選手が、河村選手の近くに降りてきたときに、荒木選手が出てくれば、松木選手だったり、阿部選手が、こういうランニングで、ひっくり返しながら、こういうランニングでひっくり返しながら、出ていくことっていうのもありましたし、かなり、どこかで前向きな選手と三角形を作り出して3人目で抜け出していくよっていうのは、かなり FC 東京は徹底されていて、で、整理されていたので、左サイドからっていうのもめちゃめちゃ良かったですし、で、長友選手サイドでも、長友選手がここに入ってくることで、松本選手だったり、三田選手だったりに、左サイドの三田選手が入ってくるのと同様に、どこかで数的優位を作りながら、で、レイオフと平行の人を作りながら、しっかりと前進することっていうのが叶っていました。それでもしっかりサンフレッチェ広島が特に前半、シュート3本に抑えれたのは、佐々木選手だったり荒木選手、塩谷選手の対人の能力がかなり強いことで、
まあ、川村選手だったり松本選手がしっかりと潰し切れていたことっていうのもありますし、まあ、この3センターバック、サンフレッチェ広島の3センターバックの対人能力が、まあ、異常に強いっていうのでかなり、抑えることができていました。で、だから、前半はかなり保持の局面っていうので、サンフレッチェ広島は、相手にボールを持たせていたんですけど、ボールを持たせていたんですけど、それでもしっかりとシュートまで持っていくことっていうのはできていました。はい。で、次にサンフレッチェ広島の、保持の局面、まあ、攻撃の局面についてを話していこうと思うんですが、基本的に、FC 東京もかなり前からプレッシングをかけていく形を作り出していました。で、基本的にこの今野選手、三田選手っていうのは塩谷選手、佐々木選手に向かっていく中で、外入りのプレッシングを行って、ウィングバックをまあぼかしていこうっていうような形をとっていたんですが、サンフレッチェ広島はここをうまく使うことができていました。じゃあどのように、この外側を使うことができていたかっていうと、まあ、ここの門を通していく中で、まあ、松本選手、川村選手がボールを持った時に、ワンタッチで、まあ、ここに叩いていく中で、外側で起点を作ることっていうのもできていました。まあ、これは松本選手、川村選手が降りていく、まあ、門の先で受ける中で、確認をできた状態で、この3センターバックの誰かが、まあ、ここに差し込む、まあ、ここのタイミング、受け手と出し手のタイミング、がかなり良かったので、ここの外側で逃げることができていたんですが、森重選手だったり、木本選手だったり、まあ、サイドバックの選手がしっかりと、まあ、ここに対応したり、まあ、降りてくる森島選手だったり、三田選手にしっかりと対応することができていたので、まあ、ある程度ボールを、FC 東京は奪うことができていたんですが、サンフレッチェ広島がチャンスになるときっていうのは、この東選手をうまくどかしたとき、中央から動かしたときっていうのは、かなりチャンスになることが多かったです。で、特になんかこの試合は、まあ、左サイドだった東選手はかなり降りてきて、フォーバックのような形になるんですけど、基本的に、塩谷選手と荒木選手が、まあ、こういう、2センターバックのような形を取ることがこの試合は多くて、で、佐々木選手が少し外側に出ていく中で、今野選手を、外側に引っ張り出しておいて、東選手にボールを、まあ、ここの距離を作っておいて、ボールを、引き取らせてあげて、で、ベンカリファー選手がこっちまで出てきた時に、三田選手、が、東選手を動かして、森島選手にここに入ってきたな、帰ってくると、こっちの逆サイドまで藤井選手まで届けることができるので、まあ、ここの、佐々木選手側の、この、サイドバックのような立ち位置を取らせたときに、まあ、こういうボールの動きで、こっちまで、藤井選手までボールを届けると、一気にスピードが上がって、ゴールまで、向かうことができていたので、この動き方っていうのはかなり良かったんじゃないかなと思いました。で、ベンカリファー選手がここでボールを一人でキープして時間を作ることができるので、三田選手の、抜け出しっていうのも、抜け出しの時間っていうのも作り出すことができていましたし、保持の局面、まあ、最初は少し、FC 東京のプレッシングに苦しむことが多かったですが、徐々に佐々木選手だったり、まあ、逆だったら塩谷選手も、広がってボールを受けることっていうのもありましたし、ここの逃げ方、まあ、森島選手が降りてきて、こういう外側の逃げ方っていうのも作り出すことができていたので、かなり良かったんじゃないかなと思いました。で、実際に、森島選手のスーパーゴールが生まれたっていうのは、東選手を、外側にどかしといて、森島選手がバイタルで、ボールを受けることができて、で、そのまま、スーパーゴールが生まれていたので、これは、かなりどかす作業、まあ、中央のアンカーの選手をどかす作業っていうのはかなりうまかったんじゃないかなと思いました。で、先制をしてから、サンフレッチェ広島はかなりボールを支配しながら攻撃を仕掛けていたんですけど、まあ、それでもやっぱ FC 東京 の、 あのトライアングルの作り方とレイオフと平行の作り方っていうのはかなりうまくて、まあ、徐々にやっぱり押し込まれていく中で、まあ、オリベイラ選手の、あれも、
シュートもスーパーゴールだったですし、その後の、まあ、サントス選手が出てきてから、サントス選手が少し、まあ、ちょっと単独でドリブルしていって、周りとの連携、まあ、チームプレーを断ち切ってしまうようなドリブルがかなり多くて、まあ、そのし、サントス選手がドリブルで持っていってしまうと、全体が、まあ、サポートを行う中で、この中央で奪われてしまうと、一気に、まあ、松本選手だったり、河村選手だったり、まあ、センターハーフの選手だったり、ウィングバックの選手が、ひっくり返されてしまって、カウンターを受けるっていうことがあるので、まあ、ここをうまくどのようにして、サントス選手の強みをどのように活かしていくのかっていうのは、まあ、サントス選手が加わってからのずっとの課題ですし、まあ、ここをどうにかしないと、ちょっとサントス選手の、あれは、居場所がなくなりそうだなっていうのはとても感じる試合でした。はい。で、すごくポジティブな点はやっぱエゼキエル選手のプレッシングだったり、まあチームプレーの関わり方っていうのはかなり良かったですし、まあ何よりも FC 東京はめちゃめちゃそのレイオフと平行の作り方で3人目の抜け出しの作り方っていうのはかなり上手かったですし、で、スーパーサブのアダ・ユートン選手がやっぱなんかずるいぐらいのドリブルのうまさ、まあ形を持ってるんで、まああの最後のシーンだったり、あの逆転ゴールが生まれたシーンだったりは、あ、これやられるなーって思いながら見ていたんで、まあ、ここの辺で、ボールを持ったら PK だり、カットインして、まあ、カットインと見せかけて縦に出ていく形っていうのも持っていますし、まあ、タレントが揃っている中で、その、しっかりとサッカーを構築しているっていうのはかなり FC 東京も強いですし、来シーズンになったらもっともっと強くなりそうなチームだなと感じました。まあめちゃめちゃこの試合面白かったので、ぜひ皆さんも、見返してみてはいかがでしょうか。まあ少し僕スタジアム行ってたんですけど、まあ消化しづらい、まあ逆転負けするとやっぱ消化しづらい試合だったんですけど、改めて、まあ今日見させていただくと、まあ確かになっていう風な、まあ、やっぱ悔しいですけど、試合内容でした。はい。まあめちゃめちゃ、FC 東京も面白いサッカーをしますし、サンフレッチェ広島もめちゃめちゃ面白いサッカーをしますので、ぜひ皆さんも見返してみてください。はい。本日もまた長々と喋らせていただきましたが、今日はこのあたりで終わろうと思います。チャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。